官僚不定理現実、官僚不定が出てきた古事記の鬼たちが村の工作物を盗んだり、村の娘を連れ去るなどの悪いことをしたので、村人たち福岡船山の闇って書いてた資料が一番古いと言われています。生ハゲ伝説では主に官僚不定国説、異邦人説、漂流者説、起源者説、山の神説など4つの伝説が残っています。村人たちは鬼と一晩で村から5社を混ぜ、1000段の石段を積み掛けをしました。鬼たちが夜が明ける前までに999段まで石段を積み上げたところで